この問題をめぐっては、関係者が今月7日付で報道機関に外部通報を行い、熊本市の TKU ヒューマンによる不適切な助成金の受給と、県の幹部が担当課に問題を見逃すよう指示した疑いを指摘しています。この見逃し指示について県は内部調査を進めていますが、通報者は今日代理人弁護士を通じ、事実隠蔽の恐れがあるとして県に内部調査の中止を申し入れました。これに対し蒲島知事は、県の事案に関する、事実を明らかにするというものですから、県が全く関与しないというご主張というのは現実的ではないなと。県は内部調査の結果の検証を含めて、今後弁護士で作る第三者機関で調査を進める考えです。